以前中南米美術館は岡山県美禅市日生町にある施設美術館。1975年3月に財団法人森下美術館として開館し、2005年に現在の名称に改称した。中南米を専門とする日本唯一の高古美術館である。なおホームページでは基盤となった森下グループとその創設家についても言及する。1904年10月。 森下誠一は岡山県分郡、日清村に生まれた。父親は雑貨販売と漁網製造を行っており、誠一が高等小学校を卒業すると、父親と共に関西や九州でも漁網の売り込みを手伝っている。25歳だった1929年に父親の後を継いで独立。東洋和サイト宝石の漁網用、ラミーの特約販売店となると、 西日本から朝鮮半島にまで販路を拡大し、漁網用ラミーではシェア80%を占めた。太平洋戦争中には大砲や戦車を覆う偽装網なども手掛け、戦後には動力編毛機を導入して製造能力を拡大した。1947年に有限会社森下製毛所を設立。1948年に 香川経済専門学校を卒業した長男の森下一之助が入社すると東洋レイオンが開発した信号性繊維のナイロンの製造を開始。ナイロン製の漁網は従来の漁網の十数倍の耐久力があり、日本国外の漁網市場も接見した。1956年には有限会社から株式会社に変更している。 1957年には、ラミネート製輸送袋などを製造する森下化学工業を設立し、その他にも様々な分野で20社以上の企業を設立して、レジャー用品、ゴルフ練習場、フェリー運行、ガソリンスタンド経営などに手を広げた。1960年頃の売上高は、国外6割、国内4割の比率であり、巨毛の森下と呼ばれていた。一は、 森下グループの総帥として、各企業を統括し、和気郡日成町の町議会議員、日成信用金庫理事長、浄土新州最年次総大長も務めた。聖一は社員にも得意先にも謙虚であり続け、毎朝一番に出社して、社員と挨拶を交わした。1978年には、森下聖一の長男である一之助が、森下漁網製造と森下製毛所の社長に、 次男である幸男が森下科学工業の社長に就任。正一は同年に亡くなった。一之助は森下グループの総帥を務める傍らで、岡山県教育委員、岡山県教育委員長、日清信用金庫理事長などを務めた。漁網の需要が落ち込んだため、ゴルフ練習場ネットなど、漁網以外の品目にシフトした。1996年には、 森下一之助の次男である安野が森下グループ総帥に就任。この頃の森下政毛所は売上高50億円、社員80人であり、森下グループ全体では売上高130億円、社員1250人だった。グループは18企業、1財団法人からなり、タイ、インドネシア、中国に現地法人を持っていた。しかし、 ゴルフ練習場への課題投資などが理由で経営が行き詰まり、2004年にはグループ全体の売上高が113億円まで落ち込んだ。ゴルフ関連事業や不動産事業から撤退、森下グループ14社を森下製毛所と森下化学工業の2社に集約し、社長も森下経営外の人間に交代した。森下グループ発祥の地である。 本社工場を売却し拠点を岡山県瀬戸内市小佐船町を磯上に移す。また、日清と小戸島を結ぶ瀬戸内観光汽船は、両備えグループに売却した。2014年、森下株式会社と森下化学工業株式会社は、連合子会社のマルソルホールディングス株式会社に、九州合併され、法人格としては解散した。 ただしマンソルホールディングスが同日に森下株式会社と解消し、森下のブランドは存続した。2015年上期森下株式会社は同じく連合子会社の日本マタイ株式会社に吸収合併され、日本マタイの岡山事業所、岡山工場4月に財団法人を設立して施設と全所蔵物を寄贈。 1975年3月5日には、和気軍日清町に、財団法人森下美術館を開館させた。インカ文明やマヤ文明など中南米の古代、文明から、河原家、土偶、食府など、約1000点を展示している。美術館の外壁には、藤原県が制作した1万6000枚以上の美禅焼の当藩をあしらっている。なお、国宝である、 静谷学校行動、黒住教本部も、森下美術館同様に備前焼の当伴をあしらった建物である。日本総合設計事務所社長の鈴木昇は、担当者を中南米に派遣して、建物の設計を行い、内装は、現代芸術研究所の平野茂信や長崎、哲氏が指導に当たった。収蔵品の分類、整理、展示指導、解説には、 文化人類学者の増田義郎が当たった。岡山県の観光地をめぐる主要な定期観光バス、3ルートの一つに組み込まれたため、開館当初は年間4000人の入館者があったが、バスルートから外れると入館者数が低迷した。森下誠一の孫であり、森下一之助の息子である、森下安野は、慶應義塾大学卒業後に、メキシコ国立自治大学で、 中南米の歴史と文化を学んでおり、スペイン語が堪能である。開館30周年を迎えた2005年3月に、安野が森下美術館の理事長兼館長に就任すると、名称を以前中南米美術館に変更。美術館には珍しく、コーポレートアイデンティティを導入し、体験型展示を行うなど、展示形式を見直した。展示形式のリニューアルが功を奏し、 2005年度には入館者数が6000人台まで増加した。2016年12月に横浜港博物館で開催されたマチュピチュの出会いと古代アンデス文明展では以前中南米美術館が共催となった。2016年から2017年にかけて開催した倉田支展アンデス編にはエラルド S から中日ペルー大使が訪れている。 2018年3月から5月に、茨城県の笠間日道美術館で開催される展覧会、古代文明への旅アステカ、マヤ、インカへの道のりには、備前中南米美術館が全面協力している。猫が描かれた彩色発紙型、早中甲つぼマヤ文明の甲を焚いたり、民族衣装の着用体験を行ったり、館長自身が団体客に対してオカリナを吹いたり、 古代のチョコレートを作って飲んだりする催しを行っている。さらには美術館内外で中南米の物産の紹介や販売を行っている。安野は流絶卵の樹液を原料としたシロップを初めて日本に紹介した人物であり、このシロップは健康食品として首都圏の百貨店でも販売されている。現在では中南米の10カ国から11カ国、 約1600点から約1700点のコレクションを有している。日本国内外を通じて、有数の古代中南米美術のコレクションを持ち、学術的、美術的に貴重な美術館であるとされる。ペルー、メキシコ、グアテマラなどの古代文明の美術品は日本でもよく知られているが、ドミニカ共和国、コスタリカ、パナマ、エクアドルなどの古代美術作品は、 本美術館以外には、ほとんど見られないとされる。なお、いくつか、植民地時代の中南米の美術品も収蔵している。注釈出店、ありがとうございます。